おはようございます。高知熱帯魚サービスの久武です。ピピピピピピって来たろうになっちゃったねはい、今日はね、昨日リクエストいただいて、リクエストというかね、いますかって、リクエストいただいたゴールデンのオスメス取っていきますよ。で、調子いい、バッチリピン、ピンと合ってるか。はい、追っかけてますよ。そう、そこで止まったとこで、ピンとかっこいいよね。オーバーハーフムのゴールド。さて、だからどうしようか、オスを何匹取るか。メスを入れとこうか。今入ってるのゴールドのペア。この子よりもっといいゴールド。メスは後でちょっと探しますね。先にとりあえずオスを撮影して、これでメスも行こう。まだいっぱいしてないかんがワイルドの子もここに一応構えてます。こうか、これでパン。あ、伸びないんだこれ。そうか、アップできないんだ。はい、ゴールドいいね、ありがとう。 OK だね。はい、まずゴールドが一番。この子大きいですよ。はい、もう一匹ゴールド行こうか。2匹目。この子ちょっと吐いたかな。そうか、同じカラーしちゃいかんかったのに同じカラーしちゃいかんかったのに、まあいいやろ。この子いかんねや、プラガットのオスやな。ごめんなさい。はい、ごめんごめん、この子プラガットのオス。こらいかん、喧嘩始めた。はい、2番目の。はい、ありがとう。ゴールド。はい、3番目バタフライラベンダー。小ネタ、瓶の中をちょっと掃除したい時ありますよね。これ
ジョブフィルター用のスポンジフィルター、これどこでも売ってると思うんだけど、これを約2センチ、3センチ、まあお好きな長さで切ってください。で、こういうベタじゃらし、ベタじゃらしに巻くと、ベタじゃらしには使えなくなるけど、お掃除道具ができます。はい、もう出来上がり。で、あと輪ゴムでぐるぐる巻きにすると、これでちょっと掃除したいときに、ちょっと掃除したいときにね、はい、これで OK です。まああとほら、そのメラミンスポンジ、これを巻いといてもいいですよ。これむっちゃよく取れる。ただしガチョンはもう一本買ってください。ガチョンというかね、ベタじゃらしはもう一本買ってください。はい、そういうことです。グッズができました。はい、いくよ、頑張ろう。ベタじゃらしがなくなった。ペアで揃ったような感じ。ペアで揃いました。イエロードラゴン。パイナップルドラゴン。パイナップルドラゴンいかがですか。さあ、黄色の網も使ってない。とりあえず今はいい。はい、お待たせ。開いてるかな。開いてる。しかし、オスが後ろにいるからわからない。ちょっとベタじゃらししてみようか。緑のベタじゃらしどこ行ったかな。お腹減ってるみたい。パイナップルドラゴンはもうちょっとこうイリデンスというか黒がこう入ってるんですね。これはイエロードラゴン、ハーフムーン、イエロードラゴン。慌てなくてもあげるよ。もう2個。あ、4つ入った。お、2ついっぺんに食べた。2ついっぺんに食べた。なんか画面が暗い。これでちょっと明るくなった。お、飯食ったら馬力が出たかしらけど、ちょっとフレアリング始めた。まあまあ、もっとフレアリングしますよ。はい。この子にはちょっと
入れといてあげよう。はい、展示という意味ではね、あの水が茶色くなるからいまいちだけど、はい、今4匹目、これマジックリーフのエキスです、に重曹をプラスしています。うちであのブレンドしたやつね、アヌポンさんとこのマジックリーフにブレンドしてます。5番目、ブラックマスタード、わあこれも綺麗だな。保険で1枚、保険の窓口ん、これはさっき使った簡易瓶底洗い。ただね、これのいいとこは簡単にできるんだけど、こういうので例えば苔が隣の水槽に移ってったり、病気が移ってったりすることもあるんで、調子のいい魚にしてください。病気の水槽の魚をこういうので洗って隣にすると必ず移りますよ。これは珍しいよね。まあまあまあ、ブラックマスタードですよ。ブルーの因子があんまり見えない。まあでもベースにはブルーはありますよ。綺麗これ。4,320円。はい、ありがとうございました。はい、次でお待ちのダンボちゃん、1番の撮影してどうぞ。お待たせしました。これあのぜひ皆さん使ってください。324円でお送りしますので、お魚と一緒だったら送料かからない。あのこれ単品だったら、送料200円って言ったと思うんですけど、でね、これはダイソーに売ってますよ。便利、むっちゃ便利。多分園芸のとこにあるのかな。はい、ダンボちゃんです。ダンボちゃんです。若干のテールの欠損ご勘弁ください。体はいい子です。花をそうや、2階から花瓶持っておる人も、大野さんの金庫入れてるから金庫から出してこないから。9時半さあ、どこまで撮影できるか。
ダンボちゃんです。ダンボです。はい、ありがとう。さあ、次どれ行くか。あ、珍しいとこがいたね。これ少ないですよ。ブラックカッパー、ブラックカッパー、きれい。かっこいいね、これね。こういう子がこうもうちょっと入ってきたらいいんですけど、少ないよね。これはしかし何と何の掛け合わせで出たんだろう。いっぱいそのカッパーの子で、ブラックカッパーの子でペアリングしとったらもっともっといっぱい出るはずなんですよ。でも俺とりあえずまあ全部見てないんだけど、一箱に一匹とかだったら、その時点でもうすでに 5% ですからね。23匹に一匹いたら 5% ぐらいになるでしょう。はい、ありがとうにしようか。ありがとう。ありがとう、浜村淳です。ネタの何でも相談室、ありがとう娘のゆきちゃんズですとかね。これもブラックマス、うわー、反応早いね。いいね、いいね、いいね、いいね。もう一匹行こうか。いや、実はブラックマスタードだけこう何匹か寄ってきて、どれがいいかなと思って、あの水合わせしとったんですよ。だからブラックマスタードばっかり5、6匹いる。反対側行け、反対側行こう。これで勘弁してもらおうかな。もう一枚。はい。クレアリングはしてないけど。次オペックホワイト。そうか、オペックホワイト2匹連続したら本当にわからんな。だから1匹にしようか。香川のな、こっち。ブラックモスキート。誰か食べるか。ブラックモスキート、気がつくかな。赤い家か、気がつかんか、気がつかん。ベックホワイト取ってます。18、9匹目、10匹
匹目何行こう。10匹目シーデン行きましょうか。シーデン、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 スーパーレッド。これは今瓶から出したとこなんで、あ、順応してないね。何が起こったのか、真っ暗い中から突然どうなったんだっていう顔してますよ。はい、白のハグも結構入ったね。で、ラストがコーチでプライドサービスホームページ。スーパーレッド。スーパーレッド。この子は開いてくれるはずなんですよ。はい、一発行きました。どこのライトが入ってる。今さっきどっかのライトが入ってる。画面がやっぱり暗いね。逆光だから向こうのライトがもっと強かったらいいんだけど、すいませんねまあいいか、膝だけ黒子だから。はい、ありがとう。